じゃあ、私が発表させていただきます。何の僕もりょうくんと一緒でコンセプトがありまして、はい、まあ、この1年、まあ、結構体を張った1年みたいなところがございまして、まあ、その最たる例というか、このこれはね、これは面白かった、これはおもろかったな、ほんとに。これは俺だこんなしたくない。カリスマ美容師と、まあ、破壊師による髪の毛を切ったらこう変わらないんじゃないかみたいな、プロ美容師素人あんま変わらないんじゃないかっていう企画で検証で、こっちプロに、こっち人事に任せたっていう動画なんですけど、まあ、出来上がった結果がこっちがもうバッサリあれ、こっから見える感じめっちゃかっこいいよ。ほらほら、実際あれを見た時どうでした？いや聞いた。すげえ。ここまでやるんやって。我が身じゃなくてよかった。心の底から思った。まあ明日は我が身という言葉が。俺ら絶対無理やこれ。ひとしさんのね、その芸術センス、うん、あれには驚かされるものが。あれ、あの一緒にこのアシスタントの奥田さんという女性の方がいる。うん、大会とかでやる髪型です、あれは。ああ、芸術あるしね、あるしね、大会の髪型と一緒にしてええやん。僕に言わせて、確かに。初めてテラスパンパーズさんとあの電話をしたんですよね。テラスパンパーズさんっていうのは、僕らがチャンネル登録者1万人になったらコラボしようって言ってる YouTuber さんでして、もうすぐコラボしますので、 そちらの方もチェックしてみてください。テラスパンパーズさんと電話をしとった時に、裸足生活やん、向こうは裸足生活大変ですねって言ったら、いや半分髪の毛ない生活の方が大変でしょ。僕はどあっちの方が僕らは嫌ですって言われて、そうかなと思って。どっちも嫌や。俺絶対話の方が嫌やけどな。自分ではなんか、でもあんまり言うて体張ってないと思ったんですけど、周りから見たら結構衝撃的っていうものになったという。見た目以上に近くで見た時の荒さがすごい。すごい。いや、横もすごいけどさ、トップもやばくて、剣山みたいな。短く切りすぎて跳ね違って本当。ここ何？そんなことないよ。剣山みたいな。お茶立てる時に使う。あいつマジでカットしたけど、なんかずっと遠くから見て。チョキッ。どうしよう。切れば切るほど逆立つんだよ。ボコってなり、そらそうなんや。そらそう、剣山が切るほど短くなるから、こうボコって逆立つんや。できればもう、次はもうここにはもう、タカとか涼化されてみたらなっていうような。ひとしはいかんねん。いかんわ。ひとしはやっぱ切る側かな。やっぱり餌食やん、俺は。絶対いかん。体張ったなっていう第2弾が、こちらで、ほんま、うん、店員さんがやろ。店員さんがね。迷惑迷惑。まあ主に一番しんどいのは、この店員さんに、歌歌いながら注文するっていう。あーちょっとあれね、そうね、引くわな、そりゃちょっと引くと思ったけど、ちょっとね、すまんやろ。何がしんどいってさ、みんな思ったと思うんだけどさ、めっちゃ可愛いじゃん、店員さんが。ね、正直ね、そう、初対面でこんなことをやっぱ YouTuber でしないかんのかなっていう、その葛藤、葛藤よね。その企画を中止したかった。企画中止したかった。ちゃんと、ちゃんとまだその時もまっすぐ。お前髪の毛、髪の毛ね、継続。あの、だからこれも相まってないよ。この髪型も変やし、それが横の髪の毛も直角にしようかな。ほんとやね、ほんとちょっとすごいね、ほんと。まあでもこれがなかったら、まあ、ちょっと1万人いってなかったのかなって、もしかしたら。でもあとはやっぱ体張って、まあ、バカみたいなことがあった回があったなと思います。で、まあ、最後がこちらです。あれ、あ女子高生100人にキノコ派かタケノコ派かをインタビューするっていうので、うん、まあ大体4時間ぐらいかな。100人は、ね、100人だけ、まあ相当な数の。普通のアンケートじゃないもんね、うん、このカメラ向けるっていうことですごい敷居高いけど、ね、そう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 、余談かもしれんけど、これやってる時も俺髪の毛こうやったからね。もちろん、ね、もちろん。これ話しかける時ちょっと辛くなかった。うん、いや、めっちゃ辛い。にとってこれの1年やったってことだね。そうだね、下半期統括したらこれ
だって今さえ、今でさえもう分からなっちゃうけど、そうだね、雰囲気おしゃれになってる、うん、今でちょっと調子乗っちゃうけど、髪の毛ね、やるか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 、タコさんやるか、まだ時間あるし、やっとこうか、忘れさせちゃうけど、でね、これ見てもらったら分かるんですけどね、僕らノミネートした3つね、あの僕とひとしだけの動画なんですよ。そうね、何が言いたいかというとですね、あの皆さんがいてくださったらですね、あの体を張る必要がないなということに気づきます。25人ずつに分けたらいいってこと？ん？あ、違う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 、みんなおってくれたらもっとのほほんとした動画とかもできるわけやん。旅動画とかね、キャンプとか、うん、それでもっとみんなが来てくれたらできるなということで、2019年よろしくお願いします。あ、もっと一緒に貸してくれたらリアルリアル毎週でも。はい、ということで僕の発表でした。ありがとうございました。